フランスは一世の巨城シャンボール城のサラマンダーのレリーフウィーンシャホンよりサラマンダー14世紀の動物グイタンのシャホンよりサラマンダーサラマンダーは四大精霊のうち火を司る精霊妖精であるサラマンデルサラマンドラとも呼ばれる手に乗るくらいの小さなトカゲもしくはドラゴンのような姿をしており燃える炎の中や溶岩の中に住んでいる 炎を操る特徴からファイアードレークと同一視されることもある。イモリ類は古代ヨーロッパでは火の中で生きることができる生物だと考えられていた。体温があまりに冷たいため火を寄せ付けず、あるいは火を消し去るのだという。焚き木の隙間に入り込んでいたイモリが焚き木ごと火にくべられ、体液が多いためすぐには焼け死なずに逃げ出す様子から、そう信じられたという。 アリストテレスやプリニウスのような古代の学者もそのように記述したため実験によっていずれ焼き死ぬことを確認した者が複数いたにもかかわらず中世を通じてこの迷信は続いた。18世紀に至ってもそのように述べた書物が出版されている。さらには火を燃え上がらせる霊能を持つともされ、ゾロアスター教徒は成果を高く燃え上がらせるためにサラマンナーをくべた。 16世紀にパラケルススは4大精霊中の日の精霊をサラマンダーとした。それまで火の精霊は人間型、特に女性の姿の非精という還元もあったが、これ以降はトカゲあるいは三生魚の形という考えが一般的になった。ただし、パラケルスス自身は4大精霊は人間に近い形と考えていた。象徴としてのサラマンダーは、 苦難に負けずに貫き通される信仰や熱情に、とらわれない、定説、善なる火を燃え上がらせ悪なる火を消し去る正義を、表すとされた。文章学では、火のように燃え盛る融合や交換を意味する。初期の文章では炎に囲まれた犬のような描写を、されていたが、時代が下るにつれ現実のサラマンダーやトカゲのように、描かれるようになった。フランス王フランソは一世は、 ニュートラコインクスティングはというモットーとともにサラマンダーを己の紋章とした。石綿で作られた燃えない布が東方からもたらされるとヨーロッパ人はそれをサラマンダーの毛から折られたものと考えた。またサラマンダーは恐ろしい毒を持つと過大評価された。木の中に入り込んだだけで果実を致死性の毒物に変え、その止まっていた石の上に置いたパンを食べただけでも、 命に関わるという。そのように強力な毒を持つからには強力な薬効もあるだろうと考えられ、競争剤や催眠剤、脱毛剤などになるとも考えられていた。ありがとうございます。